ルルルルルルおう。ふみです。はるです。今日は。はい、タイの。タイのホテル。タイのホテル紹介します。名前はロイラロンホテルです。チャオプレイヤーの横にあるホテルかな。はい。波が今強いんですよ。早速ホテル行きましょう。行っちゃいましょう。あの景色はるこっち。はい。はい。パプカー。パプカ。上。こっち。お、自動販売機。階段は後でね紹介しましょう。はい。っていうのがこれ見て。これ。ロイラロン T シャツ。この T シャツ、かわいい。これネックレス。こっちもあるよ。じゃあ、早速。こっち行っちゃいましょう。ここがね。すごいね。枕、かわいい。おしゃれ。ほんとにおしゃれ。めっちゃ怖いんですよ。あのね、朝ごはんを選べるんですよ。種類多かったな。朝ごはんがすごい種類多くて、そんなんから選べる。こっちはこっちは、はい、本とか DVD とか。おお、すごい。これ借りていけるの。できた。これすごいやん。これが踊るやつで、こんな感じ。ここで本読めることもできるし、ここでな、これに揺られて本読んですることもできます。これね、さっき言ってたロイラの T シャツ。あ、そう、 SM が320バース。これ変えるんです。そう、LXM が320バース。最高やん。あ、かわいい。見て大きい船。すごい。何が、さっきこれ僕らが出してもらったお茶。甘すぎ。甘くて美味しかった。こんな感じ。うわ、鼻が落ちてる。この A の顔がすごい怖いっていう。怖い。なぜにこの顔をチョイスしてるの。うわ、強くなってきてる。これが海。そうで、ここからがもう直川。怖いよ。で、こういう感じ。チャンプラーの横に立ってて。お！映画の撮影の場所になってるから、それの写真がこうやって飾られてるな。これもぜひ。映画の場所なん。映画の撮影の場所なんて、タイの映画の撮影のね。ちょっと題名までは覚えてないけど、後で調べて載せます。はい、じゃあ次2階、お部屋の方。お部屋行っちゃいましょう。おう。ここです。開けてください。はい、オープン。お邪魔します。あれ、誰かいる。え、泥棒。紹介していきましょう。これが部屋になります。部屋になります。2階もあるしな。めっちゃ涼しいよ。やばいやばい。こっち来て。ここは晴れた。これほら、子供が寝れる。これファミリールームやからちょっと広めになってるけど。あ、ピーちゃんいる。他にもね、部屋によって全部コンセプトがあって。ピーちゃんと一緒に寝ようか。デザインも違うからね、ぜひ。ピーちゃん踏んでるよ。大丈夫か。はい、あ、そこシャワールーム。シャワールームが、これ洗面所。洗面台。ここが洗面台も超かわいい。トイレ。かわいい。トイレとか、はい、シャワーするところとか。気つけて。電気。はい。こんな感じ。こんな感じ。いい匂いしてるとこだよ。いい匂いするの。あ、そう。お花の。お花の匂い。お花の匂い。シャワールーム。
ちょっと狭いけど、もう可愛いよね。でも可愛いからさ、十分だよね。ね、うん、洗面台もすごい可愛い。これ可愛い、これ。鏡があって。こういうの。出る。ここをこう回したら出る感じです。はるくんちょっとしか。こんな感じ。いい感じです。はい。Okay. ここが電気になってます。失礼します。はい。ゴー。ベッドがファミリーワンで1個、と金曜は2個で、ここに3個で、まあ、テーブルがなんかこぼしてる。で、いきますよ、2階行きましょう。Let's go。 はい、行こう。おう、こんな感じです。あっちだよ。おー、こっちにも1個ベッドがあるんですね。ここにもベッドが1個あって、そう、かわいい。で、さっき上がってきて、かわいいな。こんなかな。ちょっと座ってくつろげるもんね、これ。うん。おーい、みんなわかってるかな。わかってる、みんな。窓もかわいいし。はい、はい、はい。おい、到着。どうですか。楽しい。楽しいな。一緒に寝よう。おー。すごい。かこんな感じで、下では大人二人がくつろいでます。サリカーサリカー。外はどうなってる。はい、おーね、ほんとあれですよね、モテラの中にあるから、ホテル自体がこんな感じ。まあまあまあっていうところですね。やばいよ。さっき猫寝てたもんな、ここで。うん。かかって。2匹おったから。みんな、聞いて。ここに隠しドアがあるんだよ。なんだっけ？わかる？もう一回言って。パパ、隠しドアがあるの。どこ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 。わかるかな、みんな。どこ？どこ？ここです。ここです。なんだって。隠しドア。行ってみよう。行ってみよう。レッツゴー。おう、かわいい、本当にこのホテル。猫がいるんです。猫は1階と同じ感じやな、ブタ。ここでな、ご飯食べれて、でこれまた別の部屋が、あ、テーブルもあるんです。どこ、多分な、色で分けられてるはずやね。ホワイトとかレッドとかグリーンとかね、ここもそう。これやな、プリコン、ここだな、写真な。ここが今、で、これが2階のです。はい、うい、来ました。ここでね、なんかね、なんかすごいよな、ほんと。おー、みんなちっちゃい子、前向いて、前向いて座られ、怖い。でもこうやって、いいよな、写真撮れたら最高じゃない。あー、いい。今波が、ちょうど蜂がいるんですよ。カープラやな、船でな、みんなこう蜂がいるもんな。何回か乗ったことあるけど、ねえねえ、いっぱいな、なんか虫がいるの。なんか流れていってる。ハエかな、ハエ。こんな感じでね、これさ、お嬢さんかわいい椅子。お嬢様気分味わいたいって感じ。この椅子に。お姫様気分やね。はい、こんな感じですね。紹介してるだけでなんかワクワク楽しくなる。ね、はい、じゃあここに座って。ハル、ふーちゃん。はい。おう！はい、じゃあ今回は、バンコクのチャオプラヤ沿いにあるロイラロンホテル紹介しました。紹介しました。まあ、いろんな部屋があるんで、あのホームページもあるんで、しっかりチェックして見て、よかったらまたこの動画参考にして泊まってみてください。はい、はい、じゃあ、はい、最後までご視聴ありがとうございます。コンプンカー、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。
じゃあ、バイバーイ。バイバーイ。Okay.